はい、どうもこんにちは、すごろくです。それでは、万事王と和井の大冒険実況プレイ続きの方やっていこうと思います。さあ、コンコンコンと、イヒヒ、コンコンコン、じゃなくてですね、私現在どこにいるかと言いましたらですね、まあ、こう一回来てるんですけど、あそこですね、お宝ザクザクビーチのパズルを完成させたのと同じところなんですけど、ここのね、ショックジャンプだっけが使えるようになってって、この上に行くとですね、あるんですよ、ここにも。次のステージ。さあ、お宝ザクザクビーチのね、次のステージ。やっていきましょう。これ、まとめて埋めるってなんだっけ？Z ボタン、はい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 、よしよしよし。チューって言われてもらって、わーし、プチュさあ、ね、クランカーの洞窟。なんですけど、まあ、ひとまずね、ちょっとそっちの方向かいますわ。よし。でね、ここなんですけど、ちょ、カメラ、カメラ。カメラ。あの奥だな。あの奥。で、確かね、ここ、こうだったかな。はい。これで向かうんですよ。よいしょ。こんにちは、おちびちゃんたち。私はブレンチルダ。グランチルダの妹よ。あなたたちがグランチェルダをやっつけるのを助けようとこっそり抜け出してきたの。今こそ意地悪おばばにお仕置きが必要よ。私はグランチェルダの秘密をたくさん知っているわ。私を見つけたら B ボタンで話しかけてね。秘密は1回に3つずつ教えてあげるわ。それをよく覚えておいてね。きっと後で役に立つから。わかった？そうだわ、これあったわ。なんかね、そう、これ使うんですよ。ちょっと覚えとかないとなんだよな。ちょっとみんなも覚えておいて、これ。グランチェルダ服の下に、ミノムシのサルマタを履いているのよ。そうかね。結構下水んだよね。汚いんだよ、グランチェルダガチで。グランチェルダは、ジャレーヌという名前の犬も飼っているのよ。グランチェルダはなんと、グラちゃん&オナーベーズというバンドでボーカルをしているの。すごい音痴よ。1回につき3つだから、こんなもんかな。ミノムシのサルマタ。はい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 。これ覚えときましょう。ちょっとね。俺絶対忘れるわ。後で動画見返すと思う。ほい。そう、クランカーの洞窟行く前に、ちょっとこっちも寄り道できるんで、こっちも行こうかな。20型、もうおさらばじゃ。あ、チューティーがね。チューティーと、姿を入れ替えたらっていう話だ。よいしょ。で、こっちね、そう、よいしょ。何があるかってね、ここにもね、パズルあるんですよ。しかも足りるっていうね、パーツが。ちゃんとね、お宝ザクザクビーチも10個、プラス1個、全部取ったんで、ここも足りるんですよ。これがさらにその次のステージ、ブクゲコ沼。あそこ結構好きなんだよね。ということで、戻ります。よし、それでは入っていきましょうって言うとしたら、なんかいるな、上に。これ、今初めて気づいたわ。あ、いや、違うな。行ったことあるわ。よいしょ。ほっ！え、ギャッパーか。久々の。よし、じゃあ行きましょう。クランカーの洞窟。で、これね、さっき、ちょっとチラッと言おうと思ったんですけど、僕、ここね、めちゃくちゃトラウマなステージなんですよ。めちゃくちゃトラウマなステージなんですよ。もうね、だからちょっと鬱なんだよね、やるの。よいしょ。まあ、頑張ってやっていきますか。よいしょ。まずはこっちのゴール裏にあるやつを取っていきます。これがね、はい。グロいよね。あ、待って、当たんのかよ、それ。おちょちょちょ。当たんのかい。カメラカメラ。相変わらずカメラ慣れないぜ。近くないですかカメラ。よいしょ。あ、でも BGM いいな。あ、これね。無敵羽ね。私は無敵の金の羽、モグラのバトルズさんが詳しく知っているよ。トゥ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 。はい。回復しよっか、そういえば。
体力を。体力ね、あまり気にしないんだよね、俺。バンカズに限らず。おいた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 。落ちるん。落ちない。さあ、ここら辺はひとまずこんなもんかな。よし、行きましょう。よし。いやー、行くよ、もうほんとね。ほんとにトラウマなの。よいしょ。水の操作難しいからな。ちょっと待ってね。音符確実に取りたいから。見えねえ、カメラワーク。よし。おっ。おっ、やべやべやべ。あるか。なんかシャープに曲がるの。ごめん、待って。一回上がる。一回上がる。酸素がやばい。危ねえ。危なかった。普通にいきなり溺れ死ぬとこだった。そう、ここね、水のステージなんですよ。ほぼほぼ水中のステージ。やっぱね、水の中って怖いよね。3D 系のね、アクションゲームはね、水の中怖い。私はクランカーです。ここに繋がれ、ゴミを潰しをさせられているんです。こんな汚れた水は嫌いなんです。綺麗な空気が欲しい。そう、これクランカー怖いのよ。あ、待って。怖っ。画面。怖ないこれ、ほら。いや、こいつ自身はいいやつなんだよ。こいつ自身はいいやつなんだけどね、結構怖いのよ。ダメ。じゃあまず最初に、一番俺がやりたくないやつやっていきます。これがマジでトラウマなのよ。こいつを、このね、綺麗な空気に浴びさせたいんですよ。なんで、で、これなんでこいつ、自分で浴びれないかって言ったら、鎖で繋がれてるんですよ。それを、取りに行ってあげるか。これがね、マジで怖いの。水中の操作がまた難しいからさ。さあ、行きます、下。ここなんですよ。ここにね。BGM も嫌だな。あとカメラ。よいしょ。そう、空気が足りなくなったら、あの泡を触れればいいんだよ。一旦触れたい。ちょっと待って。そ、これが怖いのよ。水の操作が、むずすぎて。あ、ちょっと待って、触れられてないじゃん。やばい。ほ。何してんの何してんの、ブクブクさん。カメラワークもね、悪いんだよ、これ。ちょ。触れられない。次。これ3回取ればいいんですけど、待って。ブクブクさん頼む！待って、やばい、ほんとにやばい。頼む。危ねえ。くれ。よし。ちょっと一回全回復しよう。一回全回復。危ねえ。したら、先にこの下の音符取ります。音符取って、あーもう怖いよ、ほんとに怖い。音符と人事を先に取ろう、一周して。で、そしてまた一回、泡で息継ぎして、あ、ブレッと言ってっぱい。はい。よいしょ。このね、A ボタンと B ボタンをね、うまく使うことが大事。よし、尋常。よし、で、音符も取る、先に。で、今、ぷくぷくさんが上に来てくれてるから、ぷくぷくさん、ありがとう。ありがとう、ぷくぷくさん。はい。で、もう一回撮る。カメラ、あのね、カメラがね、変えられないの、なんか、ここ。よし。じゃあ、回復したんで、潜っていこう。潜っていくってか、やっていこう。はい。ほ。で、ここでこう曲がる。はい。あれ？え、なんで？また、なんで？通ったよ、今。いけた。おい、今の謎判定なんだ？ああ、やった。とりあえず一番面倒いの、やった。あとは帰るだけ。ああ、一番のトラウマよ、これが。で、もうすぐ上がる。ちょっとね、泡を取ろうとして、
泡を取ろうとして変に、時間取られた方が危ないから、もうシンプルに上行く。シンプルに上行く。ほっ。ほっ。俺も新鮮な空気欲しい。あー、危ねえ。よかったよ。ほんとに。さあ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 、そしたらいろいろやっていくよ、こっから。はい。で、この上なんかあるんだよね、多分。あ、ない。カメラ？よいしょ、こっちか。あ、これね。そうだ、こうできる。で、こっちだな。ほ、ピンがバーガー。じゃあ、さっきクランカーが俺に出してくれた、あ、間違えた。俺に出してくれたジグソーを取りまーす。よい。さあ、こっから始まりだ。これがまだ1個目だからね。結構ね、バラバラなとこにあるから順番に適当にやっていこうかな。今度は虫歯が痛いと言ってるんで、よいしょ。虫歯直していきますよ。ね、虫、これ。目。目。虫歯がね、よいしょ。あれ、あの、金色のやつ。カメラ。違う。カメラもうちょい頑張ってくんねえかな。よし。こっちの痛みは取れました。つまり、これ逆サイドもあるんですね。逆サイドもあるんですね。待って。カメラさん。もう一個前向いてほしいんだよな。待て。どこ向いとんねん。よし、いけた。やっといけた。こっちの虫歯の痛みも治りました。おや、こっちには誰か挟まっていたみたいですよ。これですっきりしました。うわさん、どうもありがとう。あ？あれ？何か挟まったって。あ、ここに出るのか。なるほどね。てれんてーん。なはで、ま、なんか、いったー、ちょ、はめられてる。こいつ。おい、リスキルすんな。こうか。そう、実はクランカーのね、中入れるんですけど、これもまたちょっとグロいのよ。よし、したら、奥行こう。うわ、もうこれよ、これ。グロない？機械系の見た目してんのにさ、このなんか内臓系ワールみたいなさ、これグロいよ。こういうのもトラウマなんだよね。よいしょ。よし、じゃあ、この中のイベントもやっていこう。このね、確か緑系をくぐってくんだよね。お、しかも、時間あったっけこれ、マジか。お、からの？お？上かよ。結構シビアじゃない？危ない、やめて。気持ち悪い。で、そこでしょ？カメラさーん。ほっ、ほっ。で、あそこだ。よいしょ。まあまあ、時間シビアだな。はい。よーし、終わった。これで注意が上がるのもようわからんけどな。よいしょ。てれってれってってん。てれってれってん。なは？で、あ、ここは、あれか、違う行き方をするんだ。カメラがね、動いてくれないんだよ。てれてれてれてー。ほ、あった。そう、まさかの、体内で空飛ぶっていうね。なかなか、うわ、びくちゃもう。なかなかシュールなことするんだよね。ほ。で、ここに行けますと、一応拾っとこうか。
さあ、これ。なかなかやばいよね。まあ、でも、ここも。おい、モグラくん。モグラくん、ボトルス。チキンちゃんの羽でシールドして敵から身を守る技、ワンダーウィングを教えましょう。それはすごいや。つまり無敵ってこと？もちろん、Z ボタンを押したままにして C 右を押します。3D スティックで動き回ることもできます。この技には金の羽が必要です。金の羽は一度に10枚までしか持ち運ぶことができません。さあ、少しだけど貴重な金の羽を差し上げましょう。はい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 、これですよ。あ、話が長いボトルスくん。いきますね、これね、スマブラでも使われてる技。てれててててー。てれ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 って、これよ。てれててれってってんかな。オープニングね、オープニング。なはおっ。てれ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 でもこれね、実はうまいことやるとね、ワンダーウィングなしでもいけるんだよね。ちょっと怖いからやんないけど。さあ、こんな奥にいる人情もゲットー。さあ、これでクランカー周りのジグソーと音符とか人情とかを取ったんで、あとは、よいしょ。ちょっとまたね、この違う外壁の方とか水中の方を探索していきまーす。よいしょー。カメラさん？あ、これこうやっていくやつだ。3D アクションゲーム系に慣れてる僕にとってはね、こんな普通なんですよ。でも、なんかハードル高く見えるよね。ハードルっていうか難しそうに見えるよね、この絵。よいしょ。これだけか。したら下行こうかな。よいしょ。さあ、水中もね、まだまだいろいろあるんですよ。よいしょ。結局、ボーカル。本当にカメラワークも顔が、顔埋まっとるもん、バンジョ。そういえば、クランカーのこの上、なんかあったな、確か。あるな。ほ、あぶね。あれが、これでいける？いけるな。よし。はい。はいはいはい。5個目かな？那覇？ 5 個目でしょー。危ない。これは？カメラ引いてくんねえかな？危ない。よいしょ。あそこ銀眼ボーガンして。ペペペ。いかボーガン。さあ、音符だいぶ集まってるね。え、こっからいける？ああ、思い出したぞ。そこがね。そっか、あのショックジャンプのところから行けるんだ。このショックジャンプのところからこっち行くんだ。よし。Here we! はい。それ、こっちゃー！ちょっと待って、それはめんどくさい。あの坂は数えダッシュで行けばいいということに気づきはしたものの、あ、結局落ちた。こっちもなんかあるんだよ、確か。わあ、また行かないとだ、めんどくせえ。今回珍しく数えダッシュをそんなに使わないなって思ったけど、水のステージだからそれ使わないわっていうね。さあ、どんどん行きましょう。ここな、ここもは覚えてるな。戦いの場や、戦場ってやつや。戦っていくぜ、カメラ。ん？我々は、ミューティースピット、ジグソー欲しければ、我々と戦え。我が戦車へ。おい。それ、てれてん。いた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 。よいしょ。ん？よいしょ。これ結局ね、ヒップドロップだ、なんだっけ、カズイバスターが強いんだよね、カニに対しては。かか、負けてしまった、ジグソー持っていけ。なんでさ、
まあ、ゲームってそういうもんだけどさ、昔の悪者とかってさ、負けて潔く渡すよね。あんだけ渡したくなかったみたいな感じなのに。こっからか。はい。暗いな。照明さん仕事してもろて。ここはこれだけかな。よっしゃ、次行く。さあ次、もうこれね、最短で行って最短で帰りたい。呼吸ができねえんだよ、ここ確か。ブクブクさんいないし。いや、シビアだね。ほ。いや、またこれカメラがさ、こう、背後回り込めないところだからさ、操作も難しいんだよね。ほ。うわ、俺結構最短で言ったけど、4つ絶対使うじゃん、これ。これ嫌になるよ、子供の俺は。潮吹きの代わりにネジを飛ばすっていう。なんかここになんかあった気がするんだよな。あるー。待って待って待って。危ねえ危ねえ。反対側は？反対側はない。よし。細っこいねー。よいしょ。いや、怖い怖い怖い。よし。ほっ。はい。さあ、これ何個目だ？ 8 個目ぐらいか？なは？ 8 個。あと2つ。尋常と、あともう1個どこかだな。で、音符もまだ取ってないのあるから。どこだっけか？ん？あそこ行ってないか？神社いる。あ、繋がってるだけか。やべえ。ジグス置いてきちゃった。取り行きます、取り行きます。ちゃんと拾ってくればよかった。さあ、ということで次ラスト1個どこだっけな、ちょっと探索します。そういえば、あえて行ってなかったとこがあったの忘れてたんで行きます。ここ。あったわ、ここ、そういえば。よいしょ。さあ、グランチルドのスイッチを押して。あれ気持ち悪いわね。で、ここが、無敵バネなくてもいけんだよね、ぶっちゃけ。お、お。あ、痛い！痛い！2回ぐらい食らったけど。てか、これで全部か。全然クランカーの中にあったわ。はい、音符100個、ジグソー100個、無事終わることができましたー。よし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 。じゃあ、さっきのグランチルダスイッチのやつ取りに行きます。さあ、戻ってきました。いや、完全に盲点だったね。そう、ネジのね、なんかね、入れるの知ってたんですけど、あそこに出るの完全に忘れてた。もう普通に輪っかくぐった空間に出る、一発で出ると思ってたから、いや、完全に忘れてたわ。よし、じゃあ、このおめめめ。このおめめめ。おめめ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 。はい。ということで、うい！ステージ外の、おまけ、ジグソーも含めて、クランカーの、毒酒。無事、すべてクリアでございます。パチ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 。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。で、次回のステージは、動画の冒頭でも、開けた、ゲコゲコ沼。で、やっていこうと思いますので、またよろしくお願いします。それでは、今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次回、ゲコゲコ沼、お楽しみにお待ちください。それでは、お疲れ様でした。またな、バイバイ。